アオゾラ FM 第78回目。第78回目はソロ収録一人会でロボットについて語っていこうと思っています。ロボットというのは基本的には人が乗り込むような巨大ロボット、スーパーロボットやリアルロボットに代表されるような、あとはマジンガー Z とかに代表されるようなロボットを指していますが、ちょいちょい えー、ロボット、そういった巨大ロボット以外の等身大の、まあ、人間と同じサイズのロボットだったりとか、細、え、胞、ー、がアンドロイドみたいなところも、ちょっと触れられていけたらなと思っております。なんで、まあ、ロボットなのか、っていうと、まあ、ロボットが好きだからなんですけど、今年の8月 ?9 月頭ぐらいに出た、アーマードコア6っていう、まあ、ロボットアクション、 ゲーム、メカアクションゲームかなが非常に面白くて、今でもオンライン対戦をやっていて、で、ふと自分がロボットを好きになった瞬間って、いつだったんだろうとか、どういうロボットアニメを見てきたかなーっていうのを、ちょっと思い返した時に、これはちょっと語れるというか、喋れるネタになるかなーと思ったので、今回テーマとして取り上げて収録をやってみようかなと思いました。自分の 記憶をどんどん逆らぼっていって、ロボットに触れたタイミングというか、最後の記憶って何だろうと思ってみると、何かの戦隊もののロボットのおもちゃを、まあ、買ってもらったか、近所のお兄さんが持ってて遊ばせてもらったかで、触ったのが最初なのかなと思っていまして、で、ちょっと調べてみると、おそらく、 ターボレンジャー、高速戦隊ターボレンジャーっていうのが、まあ、1989年から90年にやっていて、で、僕は87年生まれなので、ちょうど2歳、3歳の頃に、ひょっとしたら見ていたのかなと。まあ、よく内容もわからず、ロボットだ、みたいな感じで、ゃとして触っていたのが、うすらぼんやりと記憶があるので、そのあたりかなと思います。で、当然、 その年代、まあ、90年代ぐらいから物心がついてきたので、ロボットといえばまあ、ドラえもんが一番親しみやすいというか、あれは猫型ロボットですけど、有名かなとは思っていて、ドラえもんも見てはいたんですけど、あんまりロボットかなっていう感じは、もともと日常っぽいアニメなので、SF アクションみたいな感じではないので、 ドラえもんを見つつって感じで、次に巨大ロボットもので記憶にあるのが、雷神王。絶対無敵雷神王だったかなこれが1992年の作品で、確か学校が変形して巨大ロボットになるだったと思うんですけど、この雷神王が結構記憶にあって、ただはっきりと見ていた記憶はあんまりなくて、 大人になって、スーパーロボット対戦とかで、まあ、再会というんですかね。また見て、ああ、こんなのあったなっていうのがあったなという感じです。で、その次にはっきり覚えているのが、勇者特急マイトガイン、勇者シリーズですね。ライジン王はエルゾランシリーズなんですけど、マイトガインは結構はっきりと覚えていて、主人公の旋風ジュマイトっていうのが、あれ、小学生だったかな まあ小学生が中学生で鉄道会社の社長をやってるっていうなかなかとんがった設定のキャラクターで、で、声が平山伸之さんっていうまたかっこいい声の方なんですけど、今思うと少年声やるんだなって感じなんですけど、まあ、ヒエイとかもやってるんで若い声もやるのかなって感じなんですが、まあ、このマイトガインが覚えてるロボット と、としては次に入ってくるかなと思っていて、これも最近スパロボでちょいちょい参戦していて、懐かしいなって思ったりとか、数年前に実家に帰った際に、YouTube かなバンダイチャンネルか忘れちゃったんですけど、1話無料みたいなので、公式で配信やってて、思わず1話を兄とまじまじと見てしまって、いや、マイトガイン今見て面白いよね、みたいな話をしたりとかして、マイトガインは結構、 思い出深いですね。で、同じく1993年にやってたのが、ビクトリーガンダム、V ガンダムですね。これが多分僕がガンダムに初めてあったか、ひょっとしたら逆シャアか F91 のビデオをツタヤで借りたのが見たのが先かって感じで、アニメシリーズとしては V ガンダムが最初だと思います。その前のダブルゼータとかゼータは生まれていた けど、おそらく物心はついてないし、見た記憶もなかったって感じなので、V ガンダムがアニメシリーズとしては最初でしたね。で、結構好きで見てたんですけど、よく有名なシーン、母さんですとか、最後のカテジナさんのシーンとかっていうのはあんまり覚えてなくて、あと機体はそのままパイロットは死んでもらうみたいなシーンも、正直あんまり覚えていなくて、 オープニングのスタンドアップトゥザビクトリーっていう曲を学校の帰り道に歌いながら帰ってたみたいな記憶しかないですね。で、そこがガンダムとの接点、ワンチャン接点だったのかなっていうのがあって、で、ちょっと遡るんですけど、えー、1992年に発売された今度はゲームですね。シャッフルファイトっていうゲームがありまして、 で、これ発売日に買ったかどうかちょっと記憶が定かではないんですけども、これを祖母、まあおばあちゃんですね。自分の祖母にねだって買ってもらった記憶がありまして、このシャッフルファイトっていうのは、まあ今のスーパーロボット体制の走りみたいなゲームで、ガンダムとかマジンガーとかゲッターとか、それから、この中で言うと、 ゴッドシグマとかダルタニアスとかアルベガス、あとトライダー G7 とかも出てたかなあ、出てましたね。トライダー G7 とか。そのあたりが結構出てて、僕、当然世代ではない70年代、80年代のロボットアニメなので、あ、こんなロボットあるんだっていうのをシャッフルファイトで知ったっていうのはありますね。で、バンプレスオリジナルでサイバスターとかも出てたので、 あんまり記憶にないんですけど、あサイバスターこの作品で多分見てたんだなっていうのはあります。で、アニメに戻ると、同じく93年でアイアンリーガーっていうのが、これは人が,人が乗るロボットではなくて、まあ2メートルとか1メートル後半の人型サイズのロボットがスポーツをやるっていう、野球とかサッカーをやるっていうロボットアニメなんですけど、これははっきりと見てた覚えがあります。で、よく、 あ、これも93年か。えー、リュウナイト。94年かなえー、ハオ体系リュウナイトかなっていう、これは SF っていうよりもファンタジーの世界にロボットを持ち込んだような世界観で、後で出てくる超マシン英雄伝渡るとか、マシン英雄伝渡るっぽい感じの世界観の作品ですね。で、ロボットは竜と呼ばれていて、カードを に封じ込められているというか、まあ、なんて言うんですかね。カードから呼び出して乗り込むっていった形のロボットになっていて、それぞれ RPG のような魔法使いだとか、騎士、ナイトだったりとか、忍者、ガンマン、あとは、チーフ、リューチーフってなんて言うのかな。まあ、インディアンとか、サムライとか、あとはダークナイトみたいな、そういった、ちょっと RPG ファンタジー要素が入った、 ロボットモノリューナイトとかも大好きでしたね。これも後々スパロボに参戦して、メテオザッパー懐かしいなとか、パラディーになって、えー、変身、変身変形するのがまあ、なかなか懐かしいなと思ったりしておりました。で、ちょっと間が空いて、1996年にセーバーマリオネットっていう、赤堀悟っていう人が作った、まあ原作のアニメ、 僕が最初に見たのはアニメだったんですけど、もともと小説か漫画だったのかなで、これはあの、女性アンドロイドが出てくる、3体のアンドロイドが出てくるっていうロボットもののアニメではあって、これも見てた覚えがありますね。で、その次が、97年の超マシン英雄伝渡るで、これはもうちょっと前、80年代後半かなにマシン英雄伝渡るとか、マシン英雄伝渡る2とかっていう、 アニメをやっていて、これが多分ファンタジーもので、ロボットで結構デフォルメされたロボットが出てきた作品の走りだと思うんですけど、まあこれの続編かな続編にあたる超マシン英雄伝を当たるっていうのが僕は見ていた覚えがあって、結構楽しく見ていましたね。龍人丸とか、あとは先人丸とか、 あとは何だったかなもうあんまり覚えてないですけど、まあ、渡るもスーパーロボット大戦に参戦したんで、それはそれで、あ、懐かしいなって思ってましたね。あの、蝶の方が参戦したわけではなかったんですけど。で、1998年に入ると、えー、発明ボーイカニパンというアニメがあって、これかなり大好きなアニメで、まあ、これも巨大ロボットが出てくるっていうよりは、マスコットみたいな、 ドラえもんに近いですね。マスコットみたいなロボットが出てくる作品で、まあ、発明家と呼ばれる人たちが自分の相棒となるようなロボットを連れて、いろいろアーダ・コーダ活躍していくような作品なんですけど、これが非常に大好きでして、主人公のカニパンは発明家で宇宙に行きたいみたいなことを言っていたと思うんですけど、それに影響されて小学校の 卒業文集に将来の夢は発明家になって宇宙に飛び出したいみたいなことを書いた黒歴史的な思いがあります。で、同じく98年だと、これもまた人が乗るロボットではないんですけど、解決上記ちゃん定団っていう、これジャンプでやってたアニメ、アニメじゃない漫画のアニメ作品なんですけど、これには合力っていう、どれぐらいだろう ?3 メートル ?4 メートルぐらいの 自立型のオートマトンだったかな機械人形と呼ばれる、えー、ロボットが出てきて、えー、敵の名前なんて言ったかなシャドウなんとかだったと思うんですけど、みたいなロボットと戦ったりとか、そういったロボットものの風味もありつつ、基本はまあ探偵団なんで、探偵として、でもあまり事件解決してたっていうよりは、あ、でも、 怪盗団とかいたな。そういうのと対決したりとか。まあなんかシャーロック・ホームズみたいなミステリーものっていうよりはアクションものっぽい感じの作品で、非常に大好きな、今でも大好きな作品ですね。あとはあんまり僕は見てなくて、兄が見てた作品で覚えてるのといえばガサラキっていうのが98年、同じく98年にあって、これは今今になって評価を聞いても <laughs>、 よくわからなかったみたいな評価を受けている作品のようで、まあ当時僕10歳ぐらい、11歳ぐらいだったんでちょっとわからなかったのかなっていうところもあってあんまり見てなかったですね。やってたっていう覚えはあるんですけど。で、99年になるとあんまりロボットアニメっていうと記憶がなくて、発明ボーイカニパン、さっき触れたカニパンの 続編の超発明ボーイカニパンをやってたぐらいかなっていうのがアニメとしてはそんな感じですかね。もちろんアニメ、ロボットアニメってこの後もどんどん続いてていろいろあるんですけど僕がはっきりと見ていたアニメっていうのはもうこれぐらいであとは大人になってガンダムのビルトファイターズっていうプラモデルですね。プラモデルガンプラを取材に扱った アニメを見ていた。まあ、これもだから厳密にはロボットアニメというか、プラモデルのアニメなんでロボットではないんですけど、まあ、原作がガンダムなんでロボットアニメっぽい感じではありますね。で、その頃からアニメよりどっちかというとゲームの方に入っていたかなと思っていて、98年ですかね、にガンダムの G ジェネレーションというゲーム、シミュレーションゲームが出まして、 これにどは,どはまりしまして、ガンダムすごい好きだなってきっかけになったのはこの G ジェネが最初でした。当時逆者までだったのかなあ、V ガンダムもあったか。V ガンダムまでの宇宙世紀の話を確か初代では取り扱ってて、あとスペシャルステージでウィングとか G ガンとかもちょっとあったぐらいだったような。 覚えがあります。で、G-Generation z e r ーション0 g g e n e r a t F と出て、F で相当ハマった感じですね。F はアニメ作品だけじゃなくて、コロニーのおっしゃちで、これ、ドリキャスかなって出たロボットものの、えー、作品のを収録した話とか、あとブルーディスニー。これはセガサターンだったと思いますね。ブルーディスニーとか、 あと F に出てたもので言えば、ガンダム F90。これはプラモ展開だったのかなあ、でもスーパーハイコンでゲームもあったか。フォーミュラ戦記機っていうのがありましたね。とか、えー、シレットフォーミュラ G ユニットもあったかなこれをウィングの外伝みたいな話でしたね。とか、あとは何だろうなあ、ガンダム第08モビルスーツ正体、m s 正体とか、ポケ戦、0080ポケットの中の戦争とか、 W83 スターダストメモリーとか、あとはガンダムセンチネルですね。S ガンダム、スペリオルガンダムが出てくるガンダムの作品とかが、とにかくいろんな作品が収録されていて、あ、クロスボーンもありましたね。漫画原作のガンダム作品で、そういったところが DNA ソン D F は収録されていて、非常にガンダムって奥深いというか、いろんな作品があるんだなっていうのを知った作品でした。 で、その頃からゲームとしては、アーマードコアとか、あとはバーチャロンとか、そのあたりハマっていきまして、アーマードコアは特にシリーズ通してほとんどやっていて、ほとんどというか、5と VD、バーディクトデイ以外は全部やってる。あ、あれかな ?AI 主体のやつはちょっとやってないんですけど、ナインブレイカーかなとかはちょっとやってないんですけど、アクション主体の作品はほとんど、 外伝含めてやってるぐらい、アーマードコアは大好きですね。あと、ロボットゲームで言うと、えー、ゾーン・オブ・ジェンダーズ、ゾイとか、あと、あれですね、もっと昔ので言うと、ガイブ・レイブっていう、プレステで出てた、これもどっちかっていうと、ディフォルメされた感じのゲ,ゲームというか、ロボットが出てくるゲームで、ガイブ・レイブ2まで出てたんですけど、これも買って遊びましたね。 それから、オメガブーストっていう、これもプレステのゲームなんですけど、これ結構難易度が高かったのかな大人になってから多分やったんですけど、オメガブースト結構面白かったですね。マリリンモンドーのサインだったかなもらってきてくれみたいな。ちょっとタイムマシン物で過去に行くって話なんですけど、マリリンモンドの過去に行ったらマリリンモンドーのサインもらってきてくれみたいな話をしたりとか、 なんだったかな靴下かなんか履いたかみたいな会話をしているのが、ちょっとアメリカというかハリウッドチックで面白かった覚えがあります。あと最近にはなっちゃう、最近って言ってももう数年前で今度新作が出るんですけど、デモンエキスマキナとかも楽しく遊んだし、あとは、またちょっと振り返るというか戻っちゃうんですけど、エース、アナザーセンチリーズエピソードっていう、フロムソフトとバンナムかなが開発した、 ロボットゲームがあって、まあ、スパロボのアクション版みたいな感じで、ガンダムとかダンバインとか、ゲッター、マジンガーは出てなかったかなあとは、エウレカセブンとかあと、ブレンパードも出たかなとか、そのあたりの作品が出てたアクションゲームですね。これも非常に3まで出てって、あと、ガイデン R かなが PSP かなんかで出てたと思うんですけど、これも非常に 楽しい、面白い作品でしたで。あとはスーパーロボット対戦ですね、やっぱり。で、スパロボは、正直入ったの結構遅くて、もう、Z シリーズが展開されてた頃、かなの2007年8年ぐらいに、第二次スーパーロボット対戦アルファ、ニルファですね、通称。を、なんか唐突にスパロボをやりたくなって、で、当時プレステ2、 で、やれるスパロボないかなって探して、アルファを最初買おうと思ったんですけど、アルファってプレステなんですよね。で、プレステ2がいいなと思って、第2次アルファから入った覚えがあります。で、そこでアイビス・ダグラスっていうキャラクターと、アルテリオンっていうロボットに巡り合って、今でも最用しのキャラと期待ロボットなんですけど、そこからスパロボを始めて、第2次アルファ、第3次アルファとやって、 で、並行してたのかなあの PSP で当時ダウンロードで、コンプリートボックスっていう、第2次、第3次 EX の3作品かなが入った、えっ、ー、と、まあ、リメイクというかプレスイ移植作になるのかなと、あとは FF 完結編を買ってやった覚えがありますね。あとは PSP のスーパーロボット対戦 A とか、 あとは、け i n t 携帯系になっちゃうのかな ?WK あたりから、あ、もともと A も任天堂携帯ゲームというか、アドバンスで出てたやつの PSP 職番だったんですけど、あとは WK あたりから UX とか BX とかを遊んでた感じですね。J とか D とかは、実は遊んだことがなくて、OG シリーズ、オリジナルジェネレーションシリーズで、 初めて知ったって感じの期待になります。で、最近だと、最初に話したアーマードコア6とか、あとはまあデモエクスマキナの新作が出るとか、まあ、ガンダムもちょいちょい新作、ハサウェイ、先行のハサウェイとか、あとはシードの新作映画もやりますし、あとネトフリでなんか一年戦争時代のまた話とかもやりますし、ちょっと前だと、 ククルスドアの島とかやってたんで、そのあたりがまあガンダムとしてはあるって感じですかね。まあそんな感じでロボットについてつらつらと語ってきて、ロボット何がいいかっていうのが結構人に伝えるの難しいなっていうところはあって、最近アーマードコア6を女性の方がやられているのを見て、あ女性にも結構ロボットって好きな 方いらっしゃるんだな、浸透してきたのかなっていう印象を受けてたんですけど、何がいいのかって言ったら、やっぱりメカロボットがかっこいいの一点なのかなっていうところはあって、アーマードコアはそれにプラスして、自分で好きなように組んだ機体を好きなように動かせて遊べる、操作できるみたいなところが受けてるんだと思うんですけど、 ロボットアニメはやっぱり単純にそのロボットがかっこいいだとか、あとはストーリーとかシナリオがいいって感じですかね。まあこれはあんまりロボット関係ないかもしれないですけど、あとはそこに使われている技術にちょっと解き明いたりとか、面白みを感じるみたいなところはあるのかなと思います。そんな感じですかね。もしこれを聞いて同じくロボット好きの方がいたら、自分はこのロボット好きだなみたいなのを、 感想でツイートしていただけるとありがたいなぁと思います。では今回はこの辺にして、えぇ、ー、アウト FM の告知をしていきたいと思います。このポッドキャストアウトドラ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも全然大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。 ア空 f ライフ M ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ青空 f m シャ a プ a o z o r a f m をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いいたします。で特に宣伝はないんですが、えー、ゲストを絶賛大募集中です。ゲスト駆動、ポッドキャストなので、ゲストがいないとなかなか配信できないけど、 配信しないとゲストも来ないというジレンマを抱えていて、最近またソロ収録でなんとかゲストに来てもらおうと思っている今日この頃って感じです。そんな感じなので、再ゲスト、2回目、3回目のゲストでもいいので、ぜひゲスト参加をお待ちしております。というわけで第78回目はロボットについて語ってみました。それでは皆さんまたの配信でお会いしましょう。さようなら。